えー、京子さん、えー、か君皆様ありがとうございました。うん。えー、そして、あとみようさん、株君こんばんは。いろんな思いで、えー、羽生結弦選手を応援している方々がいるのに、わかりもしたいで、えー、素直におめでとうと言いましょうはないですよね。えー、人それぞれでいいと、いいと思います。うん。えーえー、っと、うん。失礼しました。まあ、でも、まあ、素直におめでとうって、本当は、 最初はそう思っちゃいますからね。おめでとう。でもまあ、びっくりはしたけど、おめでとうっていう感じで。まあ、でも中には、ちょっと言いづらい人もいるのかなという感じになってるみたいです。うん。はい。えっと、はい、ハリープーさんよろしくお願いします。えー、どうして重症化を防ぐには、推、えー、しは2人以上に同時に推せです、えー。私は3人推しがいます。 でも、大野さんは地上になかなか上がってこないですし、もう一人は吉沢亮さんですが、ドラマや映画を見たり、雑誌を買ったり、アスマートでグッズを買ったりです。でも、どうしても羽生選手への比重が重くて、バランスが取れませんでした。吉沢亮推しは、かつは今、映画で公開をされていると思うんで、見に行こうと思っています。 えーと、それから、お相手の情報を出さないのは、出す必要はないことと、ストーカー対策でもあると、かなと思っています。うん。えー、羽生選手の強烈な追っかけ、ストーカー予備軍は、私が把握しているだけでも4名います。あ、いるんですね。いるんですね。うん。<laughs> えっと、ファンの方々は、ご存知の方もいると思いますし、羽生選手も把握していると思います。また、お相手の方が、前面に出たくない方だったら、特に紹介もしたいかと思います。うん、その通りだと思いますね、僕も。だから、多分話し合ったりとかもしてると思うんですよ。うん。ね、あの、長友のね、長友選手のサッカーの長友選手は、なんか、いろいろこう、発表とかあったりはあったと思うんですけども、やっぱり、相手がね、有名人だったりとかだったら、まだこう、 あるかもしれませんし、一般人の方でも、全、ま、米、あ、に出てもいいよっていう人だったら、まあであのね、出てくる可能性もあるんですけども、ただ、羽生さんはあの話し合っていろいろね、してるのかなと思うんで、うん、ストーカー呼び込む、あ、ストーカーいるんですね、そんな。え、でもこのストーカーで何してるんでしょうかね。結構、羽生君のお家に行ったりとかもしてる,してるんでしょうかね、うん。こういうのはやめてほしいですね。被害届けとか渡した方がいいんじゃないかなってちょっと思うんですけどね。うん あ、ちょっと待って。裏切り者だったファンを辞めたということなんですよね。えー、金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 返せいや。金、なんでそういうこと思っちゃうんだろう。金返せ。うん、これがちょっと僕はわかんないんですかね。でも、え、ってことは何羽生くんと何あの、恋をしたくてファンをしてたっていうことなんでしょうかね。金返せってどういうことなんだちょっと。ちょっとわかんないですね。えー、 何にも興味ないファンやめたとか、勝手に全てやりたこれはちょっとひどいかなって思うんですけどね。子供ができたら席に出たんだよ。え誹謗中傷じゃない。心から思うからだよということなんですけどね。子供ができたから席に出た。ちょっとそこはちょっとわかんないんですけどね。だからこのお金返せとかってのはっとどうなのかって僕は思うんですけどね。うん。ちょっとびっくりですね。えー えっと、ユズ・ビズ・ウィングさん、えー、勘違いしている人がいるようですが、羽生君はアイドルではないんですよ。えー、リアコになるのは、個人の自由ですが、 なかかと言って、そうやって傷つけてもいいんですかえー、リアルで自分の好きな人に彼女ができて悪口を言ってるようなもんですよ。えー、ファンのために、えー、羽生君に結婚するなって言うんですかえー、何年も前から、えー、えー、と、結婚願望があるって言っていた羽生君が結婚をしたいとでも思ったんですかうん。羽生君はファンのために生きているんではないのですよ。今まで、えー、幸せを削ってまでスケートをしてきて、やっと掴んだ一生の、えー、幸せだったはずな、あ、なはずなのに。 まだ傷つけようとする人がいるんですが、えー、プライベートとスケートが同じだなんておかしな話です。えー、羽生くんも国民的な大スターとはいえ、えー、プライベートとなれば普通の28歳の男性です。えー、好きな人を見つけてお付き合いをして、えー、結婚をするというのは、 当たり前のことですよね。うん。それに、えー、羽生くんの孤独という意味は、スケートのことですよ。うん。ですよね。僕もそっちかなと思ったんですよね。奥さんが支えてくれているのは、えー、プライベートの一部であって、えー、スケートをするときは羽生くん一人です。えー、辛いことや、えー、苦しいことがあって、支えてくれる人がいたとしても、えー、乗り越えていくのは自分一人です。えー、えっ、ー、と、広い、広いリンクの上で、えー、演技を始めれば、誰も助けてくれません。お金返すと言っている人のために、なんで羽生くんが責任を取らないといけないんですか うん、きつい言い方をし、ま、しかたかもしれませんが、えー、そういうことを言う人は勝手に好きになって応援をしようと思ったのが悪いです。うん、彼はただ自分の好きなスケートをみんなが見たいって言うから、えー 見せてくれるだけですよ。うん。スケートなんて見てもらわなくても、リンクさえあれば滑ることができます。なので彼に責任はないのです。推しを降りたいのなら、お好きにすればいいのですが、公表する義務もない推しが、覚悟を持って正直に伝えてくれたのに、それを無駄にするような行動だけはやめてほしいです。ちょっと怖いですね。本当にこういったお金返せとかそういうふうに言う人がいるのは、ちょっと怖いなって思いましたね。なんか、 何かされるんじゃないかって、ちょっと今、ちょっと怖いなって思っちゃいましたね。うん。なんかそういう風に思ってます。うん。まあ、もし仮にアイドルであったとしても、こういったストーカー行為とか許さ,れ許されるわけがないですし、ちょっとなんか、あの、何もしないでほしいなってちょっと思うんですけど、ちょっと怖いなって思いました、今。えー、あ、よろしくお願いいたします。 うん。え、なんか一部のファンの間で、羽生さんがデキコンなんじゃないかって噂になってます。え、その文章を見かけてしまって、さらに、ああなるほど。うん。羽生さんのツイート、入籍する運べになりましたと、一部ファンが、えー、噂するデキコン、え考えちゃダメ,だけダメだけど、いろんな憶測が頭の中でぐるぐる渦巻いています。え真相は羽生さんしかわかんないし、噂にえ惑わされちゃいけませんね。え、強い心を持とうと思います。うん。ね、あの、デキコン、なるほど。 でも、なるほどですね。うん。まあ、これは一応噂になってるんですね。うん。まあ、うん。まあ、そっか。まあ、子供がでもできたらできたで、また今度なんかね、そっか。まあ、でも、僕は、まあ、気にはなってますけど、なるほど。そういう憶測もあるんですね。うん。なるほど。え、なぜ、どんな人かくらい言わないんでしょうか。 あなるほど、うん。なぜどんな人かくらい言わないんでしょう。え不思議、相手が、が不思議。相手方の親族への配慮は足りない感じがします。え自分は違,うい違いますがえ、ファンだったらやもやもやしますえ。こういうところが苦手です。うん。はい、ということみたいですね。はい、なるほどですね。うん えっと、アーニャさん、よろしくお願いします。カムさん、こんにちは。アーニャです。えー、うん、羽生さんの言う通りですね。本当に、よられだったっていう人たちはいるんですね。えー、それに人は、根本的に孤独だと思いますよ。結婚をしてたって、子供がいたって、結局は違う人間だから、当たり前ですが、妻であっても、羽生さんの気持ちを完全に知ることはできないですもの。だから、羽生さんは、嘘なんてついていませんよ。新たに、羽生譲る、入籍推しという言葉が生まれそう。あ、それね、可能性だと思うんですよね。逆にね。うん。 今日発売のアイラを買いました今までのアイラがえ一番好きかもしれない。表紙よりもさらに中の写真が好み、え手頃な価格なんで2冊買ってしまいました。あ、なるほどですね。なんかね、ちょっとなんか前の方が良かったっていう、ね、方もなんかいたと思うんですけども、今回が一番良かったということなんですね、うん。で、あの、羽生結弦、入籍用地っていう言葉、これはね、可能性としてあるんじゃないかと思うんですよ。うん、逆に人気になったりとか、あと、まあ、 女性だけじゃなくて、また違ったファン層がね、出てきたりとかっていう可能性もあるので、そういった意味では、やっぱ楽しみかなと僕は思っていてですね、ちょっとまあね、えー、なんかいろいろモヤモヤしてる方はいると思うんですけども、まあ、多分いろんな羽生さんこれからも、あの、いろいろこう、あの、切り開いていくと思うんで、うん、そう、だから、うん、ち,ょでもちょっと今日はなんか、ちょっと怖かったですね、いろいろとね、コメントが、うん、あって。 なんかそういった方がいると、ちょっとなんかね、素直に過ごせないなって、ちょっと羽生さん自身も思っちゃいそうな気がしますね。奥さんも含めてね。うん。まあ、こんなことがあるから発表なんかできるわけないですよね。うん。ねえ、ちょっとなんかストーカーとかいたらちょっと困るなって思っちゃうんで、もう本当ね、それだけはやめてほしいなって思うんですよね。うん。はい。ということでございます。うん。 えー、この方アンチ様かな、うん、でもあの発言、まあ、アンチなのか、それとも本当そう思ってるのか、ちょっと分かんないんですけど、えー、ちょっと怖いですね、怖い、怖い、うん、怖いです。うん えー、プーさん、よろしくお願いします。カブさん、こんにちは。ハニューくんの YouTube ですが、登録者が減るのかと思いきや、逆に増えてました。うん、えー。心ないコメントもあったみたいですが、大好きすぎたからかもですね。えー、でも、ごくごく一部の人が、もしかしたらそういう人たちがですね、えー、時間を経てば、やっぱりハニューくんは恋しくなるんじゃないかな。やっぱり時間って大事ですね。うん。やっぱり時間が大事だと思いますね、今はね。うん。なので、多分、ハニューくんも、まあ、それを多分見越してると思うので、まあ、多分、時間が、 過ごしていくね、うん、逆にやっぱ人気が出てるっていうところもね、あると思うんで、やっぱ入籍落ちっていうことは、ちょっとなんかあの、斬新だなと思いますね。うん